じゃあ今日はこのフィナーレを歯とカバンを交換していきたいと思います。まあね、クリッパーよりもめちゃくちゃ簡単で、あの本当 1,2 分で終わるような感じなんですけど、まあまずフィナーレ本ね、左のボタンを押してもらって、じゃあこうカパッと開くんで外す。そしてまずはしっかり毛を払う。まあこの歯自体は交換するからあれなんだけど、まずは歯を回して、回すとここ口がこううまく閉まるようになってるから、開けて同じ方向に向けて取る。で歯をまず取って毛を払います。で結構こう払うときは下向きにしてスイッチを入れてあげると振動で中の毛とかも落ちてくるんで、うまい具合に毛が取れると思います。ちょっと軽く叩くように。はい、綺麗になりました。そしたら先ほどと同じようにまず歯をつけます。さっき回したのと一緒で、この横になっている口とこっちの長い方をまず合わせます。まあ、基本的にはこう縦になるような、ね、感じが入る口、そして回す。これで装着完了。あとはこのカバーをつけるだけ。カバーをつけるときは別にボタンを押さなくて、そのまま、もうこれで完成。そうだから、まあケアとしては取る、毛を払う、この歯をまあグレードアイスだったり、このクリーンクリップだったりで歯を消毒してあげてつける。まあ、あとカバーもね、お客さんの皮膚に結構ついたりとかもするから、このカバーもで、カバーは破れやすいから注意です。そうだね、結構これね、意外と金属ではあるんだけど、角とかにぶつかったりとかしたりとかすると穴が開いちゃったりとかして、お客さんの皮膚を切っちゃうことにもなるので、だからやっぱり使うときはしっかり確認してから、意外と何かの拍子で穴が開いちゃったりとかもすると思うんで、できるだけ使う前はしっかり見て、あとはケアしてあげるときに確認する。はい、はい、簡単な動画です。